どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は、紅の豚。ジブリ映画紅の豚のエンディングテーマになっております。加藤時子さんの歌う、時には昔の話を。こちらの曲を、このちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように、2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしたガズレレ流シンプル簡単バージョンやりまして、後半はアルペジオを使ってさらにこうしっとりと、情景を込めて歌うかっこいいバージョン。2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、頭ぐるぐる流れている曲、いつもね、歌いたいなと思う曲をですね、CD 聴いたりカラオケで歌うのもいいんですけど、この楽器と一緒に弾き語り、これがもう本当に楽しいんですよ。ぜひ皆さんにも始めていただきたいです。とはいえ、楽器が苦手だなとか、私はやったことないんできっと無理だなという方、ウクレレがあります。ウクレレはですね、簡単なんです。簡単。弦も4本しかないし、ちっちゃいし、持ち運びができるんですけど、ただ簡単なだけじゃなくて、初めていただいたらわかるんですけど、ものすごく奥が深いんですよ。なんで、もうほんとハマっちゃうぐらい楽しさがいっぱい秘めてるんで、ぜひ皆さん今度音楽聴くのからやる方に変えましょう。今ご覧になってもいただいているガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになります。もうちょっとしたらこの辺にリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りにウクレレ触りながら、その動画見て一緒に触ってるだけですぐにできるようになりますから、はい。そんなことで、YouTubeですから、いつでもどこでもこのスマホでも見られるしね、無料ですからね、始めましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには今までカズが取りためたありとあらゆる音楽の曲がウクレレで簡単にできるようにしたレッスン動画としてもう900曲以上上がってますからね。アニメの曲、最新 J-POP、定番 J-POP、演歌、昭和歌謡曲、洋楽、ハワイアン、もう何でもかんでもです。はい。さっきのリンク先のところに行くと曲の検索できたりとか、ジャンルボックスからいろいろ探せたりするようになってますんで、今度はお気に入りの曲どんどんやっちゃいましょう。聞くのもいいけど、やるのが最高ですよ。はい。それでは早速やってみましょう。加藤時子さんの時には昔の話をガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。今でも同じように
見果てる夢を描いて走り続けているよね。どこかで紅の豚エンディングテーマ、加藤時子さんの時には昔の話をガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはですね、1番2番をやったバージョンでございました。本当は3番までありますけど、3番の最後のところだけエンディングとして付けたというガズレレオリジナルアレンジになっております。3番とかフルコーラスでやりたい方はコード進行一緒ですから、歌詞を書き足してご自分だけの楽譜を作ってください。動画と一緒にできた方もそれでもやっぱ自分でノートに書いてそれを見ながら自分だけの演奏でできるようになるのがいいと思います。その時の参考になるようにガズのノートを見てもらいます。これ見てください。下にくるって囲ってるやつはこれからやる後半やるかっこいいバージョンでは、つまりこのワンブロックに4つコードが入るところがいっぱい出てきますんでちょっと難しくなりますけど、今のシンプル簡単バージョン上の段をやっていきましたということでございます。まあ一時停止で、メモってください。曲はものすごいシンプルです。でもシンプルですけど、やっぱその歌のね、やっぱり感覚というか結構ふんわりしてるっていうかですね、その辺のこの世界観がやっぱり加藤時子さんの感覚なんこれ表現できるのが、いいところだと思うんですけれども、ちょっと やってみてくださいね。はい。でここにまた感想が入りまして、感想はつまりイントロと同じメロディーですね。で全くコード進行一緒でこう2番が入りますという感じでございます。歌い回しのタイミングとかもね、結構ね、小説をまたいだりする感じが多いんで、はい。で、ここ、ラストって書いてある。これ3番の最後のところだけをつけたガズレレオリジナルアレンジですけど、まあこんな感じのイメージでやってみました。じゃあ出てくるコード解説。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7。これはもうすなわちこれね、これ8個のコードなんですけど、もう勢揃いです。オールスターが。はい、これ。ガズレレ必須コード、オールスター勢揃いです。このガズレレ必須コードっていうのはですね、何かというと、コードっていうのを音楽やる上で覚えなきゃいけないんですけど、星の数ほど本当はあるんですよ。うわ、どうしようと思うんですけど、ウクレレで音楽始めようと思ってる皆さんにとって、この10個のコード、このウクレレとめちゃくちゃ便利で仲良しなコード10個ぐらいあって、それをこのガズレレ必須コードと呼んでおるわけでございます。これ必須って書いてあるから必ず覚えた方がいいですよということで、案内しております。今日はそのうちの8個ですから、これ覚えちゃえばバッチリなんですけど、でも10個もあるのかと思うじゃないですか。でも1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単なんです。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるから、ガズが解説してる動画ここに貼っときます。ここではね、もうほんと面白おかしく楽しくコードが覚えられますから、ぜひここで10個のコードマスターしてください。今日はその中の8個で、今ゆっくりシンプル簡単バージョンでやったのが、今のバージョンでございました。じゃあこっから、かっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはですね、さっきも言ったんですけど、ワンブロックにコードが4つ入ってくるパターンが増えるというのことなんですけど、コードは特にこう、新しいコードはないです。ただ、4つ入るから忙しいっていうのが1個あります。あと、もう1個。これ大事です。はい、弾き方ですけど、アルペジオという弾き方でやりたいと思います。こんな感じです。こういうね、この細い、こう、心の、琴線に触れるようなこのしっとり落ち着いた感じでこれアルペジオやってみようと思うんです。アルペジオの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアルペジオという動画でマスターしましょう。弾くのはね、結構比較的弾き方はマスターできると思うんですけど、一緒に歌うとなるとまたちょっと別の話で、あとアルペジオをやるとですね、コードが抑えられてないのがすぐバレちゃいます。例えばこういうプツプツってなっちゃうのがこっちの押さえ方とかね、そういうちょっとフォームの確認にもなりますんで、アルペジオぜひマスターしてください。ここ見てください。なんかこう、脱力系かな？なんかあんまりこう頑張るっていうか、こう、ちょっとなんかこう脱力した感じが魅力かなと思います。そんなことのこうニュアンス、あとこの歌詞の世界観とか、まあ、紅の豚のイメージもですけど、この歌詞独特の世界観もやっぱありますからね、そんなことをこうグッとこう噛み締めながら、じっくり歌いたい曲かなと思います。それでは行きましょう。加藤時子さんの時には昔の話をガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。並木が
窓辺に見えてたコーヒーを一杯で一日見えない明日をむやみに探して誰もが希望を託した揺れていた時代の熱い風に浮かれて体中で時を感じたそうだねで眠ったこともあったねどこにも行けないみんなでお金はなくてもなんとか生きてた貧しさが明日を運んだ小さな下宿屋に幾人も押しかけ朝まで騒いで眠った嵐のように毎日が燃えていた息が消えるまで走ったそうだね今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けているよねどこかでせーの紅の豚エンディングテーマ加藤登紀子さんの時には昔の話をガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。落ち着きますね。なんかこうハートフルに、なんかこう懐かしんで時にはね昔を思い出していいじゃないですか。これじっくり歌いましょう。皆さんありがとうございます。さあガズレレですけど、2019年はこのウクレレで日本中駆け巡りました。どうもありがとうございます。今ね予定されている年内のイベントはガズのもう一個のチャンネル、あ、ガズトークのトークイベントになりますけれども、まあそれもし興味あればあの参加していただきたいんですけど、まあひとまずね、2019年本当に大感謝です。ありがとうございます。2020年バンバン行きますから、もうねイベントもですけど、もういろんな新しいこと始めますから、でどんどんご案内もしていきますんで、このガズレレ .com ね、ガズレレホームページ、チェックしてください。ガズレレ .com のリンクもここに貼っておきますので、よろしくお願いします。あ、なお YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。あと本も出してますよ。本、リットミュージックの本、これももう皆さんもうお手に取っていただけると思うんですけども、すごくいい本でございまして、あとはこのねこのガズの弾きやすい わがままくれれ、これの方もまあもうちょっとでご案内できます。もうちょっと待ってください。今事前予約注文が情報で受け取れるということになってますんで、そのやつもリンクホームページ内にリンク貼ってあります。音楽でどんどん楽しい人生どんどん深めていきましょう。ありがとうございました。さよなら。
せーの、じゃじゃん。